こんばんは、プリティです。ここのね、お店はね、ブルーハーツの河本ね、ヒロトと、あと、孤独のグルメってる人がね、昔バイトしてたのよ。で、今の京志郎もね、この常連だったみたいで。で、ここのね、チャーハンね、ピンク色なのよ。中に入ってる、チャーシューのね、食紅がね、まあ、赤いんだけど、それがお米についてピンク色になっちゃってるの。で、酸味があってね、ちょっとあと甘みもあるの。で、ここのチャーハン美味しくてすごく有名。うん。えげつなく有名。で、あと、担々麺あるんだけど、昔さ、日本に担々麺ブームが来た時に、よくわからない中華屋さんがさ、え？担々麺？それとそれを合わせれば担々麺になるの？じゃあうちでもちょっとやってみようって言うんで、作った、ちょっと担々麺もどきみたいなラーメンっていうのは昔いっぱいあったのよ。で、今ほとんど見なくなっちゃったけど、ここ残っとんのよ。ぶっちゃけなんかね、ごま味噌ラーメンっていう感じ。それにラー油とかいろいろ入れて、担々麺に寄せてるっていう感じなんだけど、いや、これ意外と美味しいのよ。今ほとんど見なくなっちゃったけどね、これ意外と美味しいのよ。それで、これ、オープンしたと同時よ。おばちゃんが来た時には、ね、15人ぐらい並んでたかな。で、写真だけ撮って、もう動画撮ってたらもう人がどんどん出ちゃって、入れなくなっちゃうからさ、写真だけちょっと撮ってさ、すぐ入った。で、お店もパンパン。
それでチャーハン、そこら辺のさ、チャーハンの美味しいお店よりもあるかね、お前。このさ、使ってるチャーシューかなんかのあの、お肉の旨味がさ、あと味付けしたタレの旨味がさ、全体的にもうまばらに、パラパラってんなや。塩コショウとかももう絶妙。みんなほとんどチャーハン頼んでも、おばちゃんが訪れた時のね、8割9割がチャーハン頼んでる。で、いやまあもうこれノーマルからピンクなんだけど、ぶっ飛んじゃうじゃん。いや味もね、見た目だけじゃなくて味もぶっ飛ぶわよ。で、ここの担々麺。いや担々麺っていうよりも、ほぼ、ごま味噌ラーメンかな。それちょっと、やっぱり、担々麺に寄せたい。あの、昔こういうのあったわっていうラーメン。本当に担々麺がね、ブームになった時、おばちゃんたちがいくつだろう、二十歳ぐらいの時かな、来たのよ。その時に、担々麺。そのなんかお肉っていうの、それ甘いんでしょ、タレかなんかで。ラー油が入ってんの。じゃあ、あとごまさえ入れてやいいんでしょ。って、あとよくわかってなくてね、あの、ラーメン屋さんで出してる。まあ、創作したオリジナルジャパニーズ担々麺みたいなのをね、出してる温泉いっぱいあったのよ。で、それはもうほぼもう何店舗かおばちゃんにしてるとこまだあるけど、ここ入れてね、いやもう10店舗ないかな、うん、昔こういうのをね、出してるお店ね、いっぱいあったのよ。で、これがまたうまいんだわ。担々麺ブームってもう、あれから第2、第3ブームって来たんだけど、で、流行ったじゃん。で、今でもなんかお姉ちゃんとか好きじゃん、あと若いお兄ちゃんとかも。だから、ちょっといろいろ勉強して、あ、じゃあ本場の担々麺、に、ちょっと、近い、そういうやつを出す、うちも出そうって言って、もうほとんどさ、あと汁なし担々麺とかもさ、本場風になったじゃない。うん、でも、うちは、一番最初に仙田が考えたこれ出すんじゃっていうところもまだあるのよ。これがまた美味しいのよ。うん、あのね、どっぷり味噌の濃い、あとラー油、あと、場所によってはごま油効かせた味噌ラーメン。ごま味噌ラーメン、そんな感じかな。昔ね、こういうね、担々麺に似せたラーメンというのがね、あったっていうのをね、もしよかったらね、食べてみるのも面白いと思います。ただ一つ、これだけ言わせてほしいんだけど、これはこれでうまいのよ。何べんも言っちゃうけど、これはこれでうまいのよ。ビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。